やっぱりアウト側は有利ですかね。スタート側、外側のライン、ここは有利でいくかもか分かりませんけれども、どうやら最終列のスターティンググリッドが間もなく整ってくるようです。今小林カムイの姿が見えて、そして三宅淳の姿もどうやら見えました。最高級グリーンフラッグが振られますと、いよいよシグナルが赤を点灯し始めます。
した時の近藤レーシングの、でも喜んだ後にまた今度は手を頭抱えてしまうというですね、これ別の角度の、そうですね、あれは山本選手ももうどこにもね行きようがないんで、ちょっと、あと山下選手も外側にもう一度いましたからね、みんなどこも行けないところな感じでしたね、今ちょっと自分としてはお互いに不運な状況であったと、もう行き場が両方走者ともなかったということですね。さあ周回数が現在3周目に入っています。2周終わったところ、しばらくセーフティーカーランが続いている状況で、まだ山下選手のマシーンは引っ張り出されようとしているんですが、なかなかちょっとコースから、出れない状況が続いています。さあ続いては今2コーナーハイポイントにありますカメラから少し、かなり厳しい先頭のこの争いもそうだったんですが、そうですね、山本選手のフロントウィングと山下健太選手、右に切り込んできた時の、マシンの横ですか、少し当たってですね、これ山下健太選手の本物の映像がちょうど今届きました。
ファッシャベル・ストラス選手とエンジニアを結ぶミハイル・クルムさんが実は今回事故来てないんですよね。あ、そうなんですね。ミハイル・クルムさんがちょっと来れない状況が生まれてしまって、さっき僕サッシャ選手とおしゃれたんですね。はい、でももう本当にさっき の2番手のインタビューもそうですけど、はい、日本語マジで英語を喋ってくれるんで、はい、ものすごく分かりやすいですね。はい、それでやっぱりね、長く日本でねレースしてるね彼が努力してね、コミュニケーション能力を上げてきてるんだと思いますよ。まあそういった意味では今回ちょっとミハイル・クルムさんがその現場にいないという部分では、サッシャ・ベネストラス選手のねドライバーの力量という部分も、まあ、ある意味 100% ここで試されるというところかも分かりません。さあ現在近藤レーシング初優勝へ向けて、サッシャ・ベネストラス現在トップをキープしているセーフティーカーランという状況です。そして2コーナーでアクシデントでマシンを降りまして山下健太はピットに戻りましたけれども、いやドライバーとして一周も回ってこれないというのはですね、どうやらフェイティーカーはこの週で入るようです。3番手の大湯選手の
ちょっとこの作戦の取り具合っていうのがちょっと鍵になってきそうな感じですよね。まあ、とにかくもう前との差を広げられず、もう一番まあ有利な作戦選べるような、はい、ここの作業時間によっては
前後関係入れ替わりますもんね。はい。ただ意外とみんなうまく均等にちょっとこう2台が近くにいるチームがあんまりないんで、でコントレーシングはもう1台だけになりましたから、うまく集中できますよね。うまくさなければ2台目もあのポジションを失わずにいけるかもしれないで、ね、でもあの2年前にこのスポーツランド都合のピットロードが広くなりましたけれども、まあ、こういう時になってもすごく作業はねメカニックの皆さんしやすくなりましたよね、はい、スポーツランド都合がね。あとピットからリリースするタイミングで、はいはい、他のねピットロード走って選手と交差しないように、うん、そこのリリースで結構ペナルティーだったね、そうですね、と起きやすいので、はい、そうですね、上位の車も後ろから入ってくる車のタイミングにかかりますもんね、うん、出てきた時アンセーブリリースとかになってしまうとペナルティーになりますから、ね、はい、そのあたり気をつけながらしたりとね、はい、そしてチーム方もやはり2台分の今フロントタイヤなどが用意されていますね。2台体制のチームは一気にバタバタっとこう入ってくることになる、そんな感じですけれども、トモスチームはもちろんこれもとセーフティーカーの方が違いますよね。トモスはこれ作業をやめましたね、作業の準備をやめました。サッシャ選手の前にはあの予選順位が悪かった
三宅選手と小林選手が走るんですね、はい、このペースに三宅選手が付き合わないといけないんですよ。そうなると36秒もしトップが三宅選手に対し、まあ、そのピットを積んだ道車に対して前に気づけたらまた前に出れるので、はい、ステアート組はね、この後どこじゃないのかにもよりますけど、はい、ここに長時間長い周回に付き合わないといけなかったら宮田選手のこのステイアウトの意味が出てくるってことです ね、 ですね。なのでできればこの後またセーフティーカーが出ないことを祈りたいですね。でなら宮田選手だけがステイアウトでサッシャ選手以下が全部入ってしまってたらこの作戦はもうちょっと不利に宮田選手にはなってたけれども、ステイアウト組が何回もいたことであって不利な度合いが増えてきているということですね、はい、あということで
カーナンバー14番の大島風を捉えていきました。笹原右京が1コーナーで1台オーバーテイク、順位を上げています。さあレースリスタートになりました。ここからはそうするとラップモニターでは宮田智選手がどんなスピードを見せるかというところですが、まずは深越さん、はい、ここが非常に重要になってきます。はい、リスタートからの1周目、さあセクターは全体的にスタートしていきます10秒差ですね。ああ、トップ
とその他社との差が現在10秒差、はい、安全マージンで36秒欲しいですから、あと宮田選手はですね、26秒離したいですね。さあ近くに雨雲の存在というのはちょっと今なさそうな状況ですから、thank you.
全体的にやっぱタイムは落ちてきてるんですね。落ちてますか。その中でもまだね、あの上位3台が8秒台をキープしてますね、うん、はい。でも普通に宮田選手が結構調子がいいと思うんですよね、うん、あの牧野選手まで距離つけばそんなに苦しい状況はここまでにはないと思うんですね、はい。Thank you.
りの位置で、まあ、このコースまた復帰ができればそうだけですね。もうこの2人に関しては、まあ、優勝っていうのを狙ってますけど、そしたらもうそれぞれの位置を考えながらのレースになっている可能性はありますよね。最大のポイントを取れるのはどのタイミングなのかなっていうのを、thank you.
Thank you.
も最高級まで出てはい。
コーナーのバスブレイクボードで始まった。
まあ、宮田選手、ものすごくレースを面白くしてくれましたね。そうですね。世界的にスタンダードのね、あのセッティが入った時に入るのがね、やっぱり良かったのかもしれませんけど、宮田選手のとトムスのね、あのステアウト組のあのトライがものすごくレースを面白くしてくれました。はい。で、牧野選手も結果はまあ4位ですので、まあ、宮田選手も上でフィニッシュしました。そうなんですよ。やっぱりちょっと宮田選手ちょっと作業でね、ちょっと遅れしまったんですけど、はい、まあ、これ本当にどっちがね、ステアウトが良かったのか入った方が良かったのかはちょっとわからないですけども、まあ、それぞれ作戦がねあってとても面白いレースでしたね。うん、平川選手7位ですよ。はい。